大概是一大昔の日本一日本人の祖先何万年も前日本はアジア大陸と地続きでしたそのうち土地が沈み大陸から離れて島になりましたこの島国に私たちの祖先が住むようになったのは今から2万年ほど前と言われています日本人の祖先はアジア大陸の北からも南からもいろいろな民族が渡ってきて混じり合っててきたと考えられます石器と土器今からおよそ1万年前の私たちの祖先の人々は魚の骨や貝で作った簡単な道具を使っていました石を磨いて刃物を作るようになりました食べ物を煮たり蓄えするために土器が作られましたこの頃の土器は縄目をしつけた模様のものが多いため縄文土器と言われていますこの土器を作っていた時代が日本の新石器時代にあたるのですおそらく1万年近くも続いたと考えられますこの時代を土器を名を取って縄文文化の時代と言います貝塚その頃の人々は草の根や木の実を取ったりイノシシ、シゲなどの獣や鳥を捕らえたり海や川で魚や貝を取ったりして下りしていました